んにちは、島根原子力館です。今回はマーブリングを紹介するよ。用意するものはこちら。それでは一緒に作ってみよう。マーブリング液を作るよ。コップに洗濯のりと水を入れるよ。トレーに移してよく混ぜてね。絵の具をコップに入れて水で溶いてね。色の数を増やしても綺麗だよ。スポイトに絵の具を取り、マーブリング液の表面に数滴垂らしてね。他の色も同じように垂らしてね。竹串で模様を描いてね。紙を両手で持ち、模様の上にそっと置いてね。水面から紙を引き上げて、キッチンペーパーの上で乾かして出来上がりだよ。いろいろなものにマーブリングできるよ。試してみてね。